天皇皇后両陛下が大相撲1月場所を観戦されました。観戦は4年ぶりになります。18日に中日を迎えた1月場所は初日から8日連続の満員御礼となりました。両陛下は中入り後の取り組みを身を乗り出しながら観戦されました。陛下は極天鵬は幕内で長く勤めていますね、逸ノ城は随分若いですねと感想を述べられたということです。両陛下はほぼ毎年相撲をご覧になっていましたが、4年前に八百長問題が発覚した後は途絶えていました。日本相撲協会が去年公益財団法人に認定されたことから、今回4年ぶりに観戦が実現しました。